いつもありがとうございます。 YouTube もうすぐ1周年ということで質問にお答えします。ナオミノートへようこそ。 Welcome to ナオミズノート。はい、この挨拶も1年続けてまいりましたが、8月25日をもちましてナオミノート開設1周年でございます。いやー、長かったような短かったような不思議な心持ちでございますが、それを記念してですね、久しぶりに質問を募集してみましたところ、ありがたいことにたくさんの質問をいただきました。皆さんありがとうございます。ちょっとね、その中からいくつかお答えしたいと思います。まず YouTube をやってよかったこと、これすごいいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、一番はそうだな、やっぱり皆さんと交流できることでしょうか。渡る世間鬼ばかりを見てくださってる、まだ見てくださってる方、再放送見てますよっていうお声掛けをたくさんいただきまして、 YouTube ライブをしてる時もですね、たくさんの方と交流してですね、お話ができて、日本全国いろんな方が応援してくださってるということを知ることができて、とても嬉しかったです。今後は海外の方とかねどうだろう。あとはですね、生活に張りが出たことも挙げられると思いますなんか本当、うっかりしてるともう毎日ね、小学生みたいな格好してパソコンに向かって仕事してるだけっていうのがあるあるなのでこうやってちゃんとメイクしてですね、髪の毛を整えて、YouTube を撮るということでですねあとはですね、もうシンプルにネタ探しですね、そういうことを積極的にするようになったので、全くもって生活が変わったと言えると思いますね。 YouTube ライブとかも本当に未知数だったので、最初は手探りどころか暗中模索だったんですけど、まあ無事慣れてきてですね、たくさんライブできたのもこの1年で大きく変わって、 YouTube やってよかったなと思ったことです。好きな音楽や映画、いやこれもいっぱいあるんだよな実は昭和の夏メロがめちゃくちゃ好きで、カラオケとかでもめちゃくちゃ歌います。つい先日ですね、アマギンウェイを熱唱して、怨念がこもってると大喝采をいただきました。いわゆるスナックっていうんですか、そういうところで歌ったんですけど全く関係のない方々からもですね、拍手をいただきました嫌な30代だな最近聞いてるのなんだろう、ですね、アイドルマスターサイド M が好きなんですけど、その楽曲はもうめちゃくちゃ元気が出るのでずっと聴いてます。フラックスというですね、推しがいるユニットの曲は全部良い曲なので聴きます。はい、なんだろうな、カラオケでめちゃくちゃ歌うのっていうと、カラオケ基準なのかっていう感じなんですけど、ほんとなんだろう、最後の雨とかめっちゃ歌うんですけど、あとね、恋に落ちてとかね、あとマジモンの夏メロが出てくるアイコさんとかもちょいちょい歌いますね、あとはもうアニソンですねハロプロとかですね、ハロープロジェクトアニソンポップなのがすごく好きです。でメモってあったんですけど、夢を諦めないでシングルアゲインとか、あと少年隊とかっていうね、いくつだお前っていうのが上がってましたあと映画ね、映画、イギリス映画が昔からすごく好きなんですよ。できっかけはノッティングヒルの恋人だったと思うんですけれども、その後ラブアクチュアリーが好きで、でそれでハリーポッターの映画が始まったので、イギリス英語っていうものに惹かれて、やっぱり日本だとアメリカ英語が基本なんですけど、英語の勉強するにあたって結構イギリス英語も聞いていたので、トイックとかでは割と有利だった気もしますね。あと
まあ、先ほど言ったようにロマンティックコメディがめちゃくちゃ好きだったんですけど、大人になるとですね、女神の見えざる手とか、裏切りのサーカスとかですね、そういうスパイものだったりとか、なんかシリアスなものっていうのもめっちゃ見るようになりました。はい、好きですね。あとはね、ミュージカルも好きで、最近のだとグレイテストショーマンとか、これ最近あとマンマミーアとか、なんか元気が出るのでよく見ますね。うん、あとあれだ、ロシャオ平戦記、はい、これ中国のアニメ映画なんですけど、あまりにハマりすぎて中国語をですね勉強し始めた思い出深い作品です。あと初恋の人、タイプの人っていう質問来てたんですけど、普通に小学生でした。同じクラスの子だったかな。うん、であとタイプっていうのもよく聞かれるんですけど、あんまりよくわからなくて、とにかく人間的に尊敬できる人、あと誠実な人が好きですね。それはずっと言ってるかもしれないすいません、あんま面白いこと言えなくて YouTube でコラボするならっていうご質問、これね、これも結構よく聞かれるんですけど、ちょっと恐れ多くて声かけられない、こっちからなんかもうまだまだね、まだまだと思ってるので。あ、でもですね、最近よくヘアメイクさんが YouTube やってらっしゃるじゃないですかね。車掌家の YouTube に出させていただいた時とても楽しかったので、そういうですねメイクさんにこう教わったりとかしてみたいなと思ってます。書籍出版の予定はありますか？ありがたい質問ですが、残念ながら予定はないんですけれども、スタンバイはいくらでもしているとお答えしておきますねまあでもいつか出したいですね。なんか昔から掲げてるでっかい夢でございます。一回ちょっと企画あったんだけどね、うまく、まあ、エッセイとかもね書いてみたいです。これは本当にライターとしても一つ目標としているところなので、エッセイねやりたいですね。たくさんやりたいことあるな、ありがたいですよ。うん、で行ったことのないところはどこですかというご質問。沖縄、あと屋久島は行ったことなくて、なおかつ行ってみたいところですね。うん、結構九州を行ったことないので、宮崎とかあと長崎とか行ってみたいですね。あと海外、行ったことないところばっかりなのでね、なんか取材とかで行けたりしないかなと思っていますでもプライベートでもめっちゃ行きたいんですよ。いつかベルサイユ宮殿に泊まってやろうと思っています。泊まれるんです今綿鬼の楽しかったこと、大変だったことを教えてください大変だったこと、楽しかったこと、なんか結構ご飯に集約されてる気がしますというのも食べるシーン、作るシーンが多かったんですけれども、いろんなことを教えてもらいましたね。料理のことなんてあんまりわからない年からこう夜食の手伝いのシーンが多かったので、いつもヒヤヒヤしておりました。まあ母親が私より多分もっともっとヒヤヒヤしてたと思うけどその説はごめんでおかけしましたマミそうですね、大変だったこと、あとなんだろうな、なんか振り返ると結構楽しかった思い出ばっかり残ってるんですよね。綺麗な着物着せてもらったとかあとなんかテレビでね、いつも見てる人たちに会えたとか、あとはなんだろう、収録で食べたうなぎとかお魚が料理が美味しかったとか、あとまたご飯だよそうですね、いろんなことを教えてもらった場所だったなと今しみじみ振り返って思います。そう、ファンレターの送り先はありますかというご質問をいただいておりました。こちらがですね、現状送れるところっていうのがない状態なんですけれども、 YouTube のコメント欄ですね、見ておりますので、ぜひそちらに書いていただけたらお返事したいと思いますので、よろしくお願いいたします。うん、なるほどな。よし、はい、ということですね、今回たくさんいただいたご質問お答えしました。いくつかですねお答えできなかったものもあって申し訳なかったですけれども、本当にたくさんいただいて嬉しかったです。ありがとうございます。
皆様農園のおかげで1年間続けることができたとしみじみ感じております。いやだって絶対無理だったよなんかこう YouTube というのはとても地道な作業だと聞いておりましたし、始めた時点でね、うまくいかないのが前提ということでですね、そうまるで初めて海に入る幼児のような気持ちで足をピチャピチャと踏み入れたのですが、おかげさまでですね、たくさんの方に応援いただきまして、本当にありがたいなと日々もう本当に毎日思っております。はい、なんだかまとめに入っておりますが、 YouTube1 年間でやめるわけではございません、まだまだ続けてまいりますし、撮ってるのもたくさんあるので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。そしてね、まだ登録してない、今回冷やかしてみたい、今回見たよ、初めて見たっていう方ですね、見てはいるけど追っかけてないよという方ですね、ぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ナオミノートでした。 See you! バイバーイ。